はい、皆さんこんにちは。今回ですね、久々にパーフェクトガンダムの続きやっていきたいと思います。前回ね、どこまでやったかちょっとね、録画してた動画が、間違ってね、なくなってしまいましたんで、ちょっと前回のやつよりはちょっと進んでる感じになってます。説明しますとね、ここ説明してたかな、まあ、もう一回説明しますね。ここにバーニアですねを埋め込みました。内側からね、やってます。こんな感じですね。で、パイプですね、パイプ類を、ウェーブさんから発売されてる A スプリングっていうのに変えてます。このね、腰のとこと、このビームガンみたいなところは2ミリ、このバズーカみたいなところは3ミリでつなげてます。こんな感じですね。で、あと何をしたかな、そんぐらいですかね。ここの腰ですね、ここの腰、パイプがつながってる腰ですね。ここはビルダーズパーツでね、なんかいい感じのパーツがあったんで、こういうのこういう感じのに変えてます。こんぐらいですかね。ではね、ここからまたもうちょっと作業を進めていきたいと思います。ではやっていきましょう。はい、これね、腕のところの、漫画の中でいうベルトですね、時計のベルトみたいなやつ、ちょっと切り替えてね、この後ろがここにくっついてる感じに加工をしてみました。こんな感じになってます。で、このね、こっちのこれも磁石でね、こうくっつくようにしてます。で、縦の方はですね、こっちが、ここはね、磁石入ってるんですが、こっちがまだね、磁石入ってませんので、どのぐらいでしようかなっていう感じなんですが、こんな感じでいいですかね。こんな感じで収まるようにしましょうかね。だから縦がね、ちょっとこう、ここにね、当たってしまいますんで、これはキットのままなんでね、このままこうはまるんですが、これもちょっとね、幅詰めしてます。こういう感じですね。この、このプロトタイプのね、腕に合うような感じの幅に幅詰めしてます。で、ここのね、磁石の、ここの処理をちょっとしていこうかなと思います。縦の加工というかね、プラ板、1ミリプラ板ですね、1ミリプラ板に3ミリのね、穴を開けまして、これでね、くっつくように、作りました。こんな感じですね。これをここにね、接着すればバッチリなんですが、精度出してるんでね、落ちません。雨玉までね、ちょっと仮止めでやっていきましょうかね。こんな感じで、くっついた上に、ぐるぐるね、動かないようにこうしてね、ノーマルパーツでパチッとはめてあげれば大丈夫だと思います。腰パーツはちょっとね、接着してませんのでね。はい、こんな感じになっております。はい、外れますね、バネが強いんですかね。こんな感じですね。はい、こんな感じできております。ここもね、後でできましたよね。接着してから、この外側にね、薄いプラ板貼って、精度出しして外れないようにします。ほぼほぼこんな感じですかね。あとはここら辺のパーツつけたりとかで、改造自体はね、これで終了です。でね、またね、5分ぐらい経ってるのかな、もう久々にね、この動画上げましたんで、説明でちょっと時間取られましたが、
これね、次は、表面処理ですね。ここら辺も表面処理も処理がまだできてませんので、表面処理をしてサフェーサー拭いてですね、傷消しなどをしまして、ここら辺もねちょっとカタカタなので、ね、ここら辺の固定なども落ちまして、仕上げ塗装に入っていきたいと思います。そんな感じですかね。はい、でまた次回ねやっていきたいと思いますので、お付き合いいただけたら嬉しいです。それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、 Twitter のフォローをよろしくお願いします。それではさよなら。